小田原急行鉄道151系電車。小田原急行鉄道151系電車。小田原急行鉄道151型電車は、1927年に、小田原急行鉄道が導入した、座席、荷物合わせ作りの電車である。本項目では151型を改版したデファ2250系、デファ1250系、デファ1300系。 で2 3 0 0系、及び区派1350型についても解説する。小田原急行鉄道は1927年、昭和2年10月15日に、小田原線の全線複線化を完成させ、それと同時期に導入されたのが本形式である。同時に121系及び131系、ともに101系参照も導入されたが、座席配置、トイレ、 手荷物室の有無及び扉数が下記の通り異なっている。3形式とも先行するでは101型に準じた車両で新宿駅から稲田のボ戸駅、現向こ岡丘遊園駅伊勢へ直通する長距離列車用として設計された16メートル休半構成車である。ただしメーカーが日本車両製造から藤永伝造船所に変わり全面が 独特の平らつ曲がった形状となった。1942年に小田急電鉄、1941年小田原急行鉄道から新発足が東京急行電鉄大東急に合併されると、デハ2250型へ改版され、1946年には荷物室を廃止でハ1250型となった。その後、1948年に、 東京急行電鉄から申請、小田急電鉄が分離独立すると、デファ1250型も小田急電鉄へ引き継がれ、1950年に行われた分離独立後の改版で、デファ1300型となった。1956年には、老朽化の著しかった2両が、電装解除され、区ハ1350型となった。また、同年1400系、 Q201K から1両が更新の上、デファ1300型に加わった。デファ1300型は、小田急の電車としては最後まで、両運転台車両として損置され、他の HB 型制御方式の車両を、HB 車が全廃された後も廃車にはならず、荷物車代用として活用された。百六十九年には、正式に荷物車で二千三百型に、車種変更され、 1984年の荷物、輸送全廃まで使用された。また、クハ1350型は1959年に更新され、1400型と同形態の車体となったが、1968年に2両とも廃車された。車体長は15.2メートル、片開き扉を3カ所に廃した半構性車体である。側面窓は、 加工窓、落とし窓で、日よけとして、鎧戸が装備されていた。正面は丸みを帯びておらず、フラットな状態となっており、貫通扉が設置されていた。乗務員扉は、運転席側には設置されていなかった。終電装置は、新宿側に、装備されていた。室外灯は白熱灯であった。車内内壁、扉脇の座席の袖仕切り、床などに、 木製部品が多用されていた。扉間はロングシートを設け、客室の小田原側の半分以上を手荷物室とした。便所は手荷物室の中、小田原側の扉の脇に設置された。運転台は左側にあり、客室とは新中製のパイプ、H 型ポールで手荷物室とは内壁で区分されていた。主電動機は 125HP。 エバリキのメガバイト -146A 型を4機搭載した。制御装置は三菱電機の HB 型制御方式で、これは HL 型制御装置の動作電源を低圧電源に変更したものである。制動装置は AMC 型自動空気ブレーキを装備した。台車は住友金属工業製の KS30 リットルを使用したが、高年クラスプ式。 回式式み面ブレーキに改造し、台車形式も KS30 らと変更された。1 2 1系、131型と共に増備された。1 0 1系、1 2 1系、131型よりも広い手荷物室を備えていたが、1934年には手荷物室の面積を縮小すると共にトイレを撤去した。他の車両も含めて手荷物輸送の需要は、 ほとんどなかったのである。1942年には東急に合併したことから、形式がデハァ2250型に変更され、全車両が改版された。車両番号は元の番号2100を加算したもので、例えばも、ハニ151はデハァ2251となった。なお、本形式は東急では唯一の荷物、合わせ作り車であったが、1946年に、 収容力増加を図るために、手に持つ室を撤去し、定員を20人増加させるとともに、形式をデハ二百五十型に変更した。1950年にはデハ1300型へ改版された。さらに、1956年には、車体の老朽化が著しかったデハ1三百四モハ百五十四デハ1三百五モハ百五十五の2両が制御者化され、 区派1351区派1352となった。1959年から1960年にかけて更新修繕が行われたが、この時に、デハ1301、モハ251デハ1302、モハ252デハ1303、モハ253については、両運転台のまま損置された。車体構造は大幅に変更され、 客用扉は2扉となったが 1500mm 幅の両開き扉に変更。側面窓も加工窓から開口部の大きいアルミサッシの二段上昇式に変更された。室内についてもライトグリーンのデコライタバリとし、室内灯は直流蛍光灯とされた。さらに屋根状もビニールバリとなり、通風機もガーランド式から押し込み式に変更されるなど、 印象は大きく変わることになった。さらに、1400K、9も、波2 0 1系のうち1両だけ、更新対象外とされ、1956年に、デハ1310型へ改版された、デハ1311、もハ206も、同一の形態に更新された上で正式に、本形式に編入され、デハ1304、2台となった。一方、 区派線3 5 1区派線3 5 2についても、更新修繕を受けたが、こちらは1400型に準じた様式に変更された。客用扉を2箇所にしたのは同様であるが、片開き、扉のまま、側面窓も、加工窓のままであり、デ破線3 0 0型とは全く印象が異なるものになった。HB 社の更新修繕が終了すると、デフ線3 0 0型は、 HB 社では唯一の両運転台車両となり、ラッシュ時には増結用として使用され、日中は新聞輸送、荷物輸送にも使用されることになった。区派1350型は新原町大生の区間での運用が主となった。1964年にはデファ1304においてパイオニア3型台車の試験が行われた。 1960年代以降の通勤輸送劇化の中で、これらの二扉の小型、中型車両は使いづらいものとなってきたため、1968年9月に区波線3 5 0型は廃車となり、新潟交通と学南鉄道に一両ずつ譲渡された。他の HB 車が淘汰された後もで波線3 0 0型は廃車の対象とならず、 増結相手の HB 車がなくなったことから、新聞、荷物輸送に使用されていたが、1969年10月に、全車両が、電2300型に変更され、荷物電車に改造されるにあたっては、ドアエンジンの撤去と座席のクッションを撤去し板張りに、した程度で、車体はほとんど変わらなかった。なお、他の HB 車全般と前後して、 台車が、営三3 1リットルに変更されている。改版は行われていない。1971年3月には、荷物電車の外部塗装を変更することになり、本形式も赤13号に変更された。1973年にはさらに白い帯が、車体に入れられた。1975年頃には、 台車は2100系の廃車に伴い捻出された FS14 型台車に変更され、また主制御機も他社の発生品の ABF 型を改造したものに交換された。その後も荷物電車として使用されていたが、1984年3月20日をもって小田急が鉄道荷物輸送から撤退し、さらに3月31日限りで、 車用品輸送もトラックに切り替えられたことから、4両前車両が使用用途を失い廃車となった。廃車後、等急車両製造にデニ1301が譲渡され、他の3両は1984年の踏切事故訓練に使用された後に2両が解体されている。この際、解体されずにデニ1303のみがエビナ建尺内に保管されていたが、 踏切事故訓練に使用された7年後の1991年3月をもって解体された。学南鉄道では1969年に行く派1351、9も派1 5 4で派1304を譲り受け、同尺派2602として使用開始した。1979年6月に枠派1107に形式が変更されたが、 1981年7月に廃車となった。廃車後も雛駅構内で車体が倉庫として使用されている。新潟交通では1969年に行く派1352、9も派255で破線3 0 5を譲り受け、同尺派36として使用したが、1989年12月に廃車となった。 東急車両製造では1984年7月にデニ1301、9も、ハニ151では1301を譲り受け、同社横浜製作所構内の牽引車も205として使用を開始したが、1993年には用途廃止となった。151型は1933年以前は、モハニの記号がなかった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。